としてはこのジャパンフェスティバルに昨年度より参加しております。昨年は松戸市の観光 PR ブースにおいて松戸の特産品である白玉を使った白玉ぜんざいを販売いたしました。今年は松戸市をもっとよく知っていただくということから、春夏秋冬の松戸の風景を撮影した松戸の写真展、そして松戸発祥のスーパー紙トンボの展示、そしてステージ上では松戸手作り甲冑愛好家による甲冑のパフォーマンスを披露したいと考えております。さまざまな松戸の文化を皆様に知っていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
最後に3つ目ですけども、和風デザート白玉ぜんざいを用意しております。白玉に関しましては、松戸市の生産量がですね、日本一ということです。今日松戸市特産の白玉栗を含め、あんずのソースと一緒に今日こちらの方で用意させていただいております。Miso-based. Oh, shit. It's a little bit sweet. Oh, green bean soup. Be careful, it's a little warm. Sweet, huh? More cheese. What cheese? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.